有志は、自、親子ではない二者が親子関係を結んだ時の子。漢文訓読では、なほこの如としと読み、中国における本義は、兄弟の子。身分や、価格の高い仮親の子に位置づけられることによって、社会的に上昇したり、一家、同族内あるいは何らかの関係を有するた、氏族間の結束強化のために行われた。つまり、 下位の昇進や上の家柄の相手との婚姻を容易にしたり、親子関係を結ぶことで、両者一族の融和や統制を強化するといった目的で結ばれたようである。一般的に家督や財産などの相続、継承を目的としない点で養子と異なっており、この性は変わらず、仮親が一種の貢献人としての役割を果たすなど、養子と比べて単純かつ緩やかで、 犠牲的な側面が大きい。ただし、実際の妖例においては明確な区別はなく、有志と呼んでいても相続がなされる場合もあり、幽子と全く同義で使用されることもあった。日本においては、平安期より貴族社会を中心に行われていた。記録上に残る最も古いケースは、源のただしが純な天皇の有志になったことであると言われているが、平安時代後期までは、 勇士と養子の違いは明確ではなかったと言われている。上元十四年十月十日の右大臣、元爪の上標文に自分が叔父である、藤原義房の勇士であったことが記されているが、義房に他に、男子はなく、影くらいと加算は元爪に継がれていることから、今日では、養子と解されている。また、友平親王の子、源諸房は、現時の生のまま姉婿である関白、 藤原頼光の勇士になったが、当時の記録では異性の養子と書かれている。また、藤原国綱のこの清国のように、平の清盛の勇士になってそのまま兵士に生を改めた例もある。鎌倉時代には養子との区別が明確化して、武士や僧侶の間にも広まった。ただし、稀に不幸な結末を迎えた勇士関係も存在する。 年の離れた兄である忠道の勇士になりながら、方言の乱でその兄と争い廃死した藤原頼長、おじみなもと、さねともの勇士になりながらそのおじを暗殺した苦行などである。日本大百科全書。ありがとうございます。